まこなこチャンネルです。前回この異名の暴走を目指すために狼楽を成功させるを頑張ってやってきましたが、一回も成功せずと、忠誠度低い武将に対してやっても成功せずで、また交友関係になった武将にやっても成功せずなので、ちょっとこの条件がね、わからないんですよね。どうすればいいのか、狼楽の。なので、でその最後もう一個試そうと思った矢先に商品に呼び出されましたので、ちょっと戻りましょうかということで、もう戻ってます。これは勝手にここ攻めろと言われたので、もう引き返すことはできないと。今こちら側の方戦っているんですが、続々と援軍が来ているので落としきれないかなといったところだが、今手前側に敵が止まってくれたので、この隙に氷を落とせるかもしれません。報告します。そうなれば良いんですが、というかちょっとね、自分の動きを制限されるというのが辛いですよね。なんとか氷を取り終えました。じゃあここで休憩した後また動きましょう。あ、これは劉備軍が攻めてきてるのか、課題に向かって。両面作戦は厳しいぞこれ。いや、これ課題攻めてるのか、ひょっとしたら守ってるんじゃなくて。着手するならばいいんじゃなかろうかと。でここ三軍まあ任せますと言われたので、だから将兵回復とかやってもね意味がないので、采配上がるが良いんじゃなかろうかと。いや、めんどくさいんで、もう自動検索で終わらせましょう。全軍勝つべくして勝つのだ、策がある。でこれ全軍指揮はやらないという縛りでやってますので、これ家にしておきます。というわけで自分は自ら動きましょう。どこか良さそうな戦術ポイント使えるのを探して行け。この勝手にね動くというのは個人的にはいいかなと思いますけど。さあて、敵が芝居の方にやってきました。もう許さねえからな。ああ、こういう防御力アップを使われるのは一番厄介なんだよなということで、この弱い方向を狙いましょうと思いましたが、強撃されたと。進め。うまく動きながら、そしてここで希望を使いましょう。希望系うまくできれば味方と連携してねやってった方が当然いいんでしょうけど、まず1部隊自らの部隊だけで倒したと。もう1部隊いけるか。おっと、味方は一気に本陣吸収という状況になっていると。カヒノを倒して何かやってくるぞと。あ、避けきれなかったけど、これ別に兵数減るわけじゃないので、まあこのままのんびりしてもらいましょう。なんとかこちら側のね本陣の方行きたかったですけど。お前ら一気に片付けんぞ。あー、でも動いてない時に今敵の兵数減らせなかったので、もしかしたらそういったデメリットはあるのかもしれない。だがもうリゲンも倒して、もう陣にみんな攻撃しているので問題なく終わることでしょう。まさか孫権と劉備の二面作戦になるとは思いもしませんでしたが、まあここで陣を落とせばまた敵の士気も落ちて終わるんじゃなかろうかと。あと周曹一人、これ周曹は最後先鋒使えば良いんじゃなかろうかと。よしと、久しぶりに戦闘自らやって勝ったかなと。でこれは、いや課題まだ取り付いてないか。これで今課題取り継いだと。これも外でやるべきか中でやるべきか迷いますが、
まあ、圧倒的なので外で終わらせましょう。まだ続々と来てるので。さあで、さらに進むと、これも外で良いんじゃなかろうかと。これ本気出して攻めてるな。でこれで馬頭軍が盛り返してると。そして我々は洛陽に向かうぞと。これ部隊が今見えなかったけど、まだまだ結構敵がいますが、能力的にまだまだ圧倒的だと。だが続々ゴズメ来るようであれば、いや諸葛亮も来てるんであれば行かざるを得ないでしょうと。総飛のところをクリックしてと。まさかの直接対決。そして自らはここにいると。とりあえず諸葛亮のところ行きましょう。あーっと終わっちゃうな諸葛亮。お、会いに来てくれた。これ対面と、ご対面と。さあでわざわざ目の前でやられてくれると。じゃあこのまま中に入っていきましょう。進め。これは運転が自分で使えないので、まあ、仕方なく縄文殴る形で、まあ、これでいいんじゃなかろうかと。まあ、ゴズメも来てくれると思いたい。皆の者、力を示せ。みんな来てくれないな。これ戦って倒した方が早いという判断かな。なんでこれみんな戻ってことするんだ。変に応ず。大丈夫かこの辺りは。おのおの。おいとま。宗純がいなくなりましたと。将校もいなくなりましたと。おさらばにござる。この目が見届けるぞ。何やってるんだろうな味方。うろちょろうろちょろと。そうこうしてるうちに敵が来てしまった。ようやく来てくれましたが、敵が目の前にいるので邪魔だなぁと。全軍一丸となって突入せよ。後ろからも来たのでちょっと倒しましょう。これで洛陽は取り終えそうだと。ちょっとさっきからずっと投石機食らったのが気になりましたが、まあ、なんとかそれでも、利元壊滅。あとは両家倒しておしまいです。これなんで全員来てないんだろうかとちょっと気になりますけどね。動きがこれで洛陽を取り終えました。さてこの後解放されるのかどうか。これは洛陽の戦い中で戦いましょう。しかも8万と10万なので結構な、始めるぞ、いい勝負と。考え。めんどくさい。申し上げたき義がございます。いやもう宗職様におっしゃる通りでと思ったら絶戦をやると。少し私の理屈を聞いてください。正しければ首都は生まれば。正しければ。でも向こうも別戦弁舌か。キュートかなり高いと。さて敵は、でも反論やっても大反論で負けるぞこれ。無視使ってきたか。いやーでもこれ大挑発は負けるぞ。でも無視か。じゃあ最後の最後でも限られた札でやるともう主張か反論。いやこれ負けるか。まあでも負けてもいいのかな。いや勝ってるぞ。
うむ。まあどちら採用されても自分では操作しないのでもうお任せで、まずは兵数回復しておきましょうか。この辺り2つ使いたいですよね。敵が中に入ってくるんであれば。まずはここを貯めて、続いてこの上も貯めると、うん、かなり頑張ってるんで、ここは早く行って希望剣使ってあげたい。あ、これ届くな。あーでも1体だけか。もうちょっと引きつけた方が良かったかも。でも中に入ってきてる部隊もいるので、そしてここで希望系でできるだけ王クオ、王クオと言っても2人だけか。こんな感じで倒していきましょう。あっと危ない危ない、囲まれそうだと。まずはバース量を倒すと、あとはこの辺りをしらみつぶし、気を入れよ。ここは屈辱じゃ。もう一部隊どこかで倒したようだと。あと6部隊結構手早く、あーそっか奥の方で戦ってくれてるのか。中まで入ってまとまってくれるんであれば、ここ希望剣一気に使って多くの部隊を減らせると、特に士気をね減らせるのは大きいんじゃなかろうかと。一人いなくなり、あーここホートいますね。芝居とホート、ここは我々が放った矢で落ちてもらったと。あともう一人カヒノももう少し倒し終えそうだと。いいですねこれ、速防采配、士気が上がると。でカンウも倒し終えました。これはこの防衛戦はなかなかと良い勝負であったと。このあとどう動くかですよね、味方が。ああ解散したのか。向かう。でこれ洛陽に忠誠度低い武将がいるんであれば、あこれは捕虜か。あこれはひょっとしたら嫁であれば籠絡できるんじゃないかと。聞いてくれ。それとも一括される可能性もねあるので、ジョナンの制圧について、まあ行きたきゃ行ってくれと。でも呼ぶなよ。ああよかったよかった、攻めてくれと、出陣しろと呼ばれたら。あっと孫権が盛り返している。いや長男行って行って頑張ってくれと。私は行かないけど。お断りいたします。ああダメか。ほんと。じゃあ長春家の方はもうどこか行ってしまってると。これ籠絡はじゃあどうすりゃいいんだ。あこれ捕虜のところに籠絡しに行けるのかな。だったらば可能性はあるけど、後輩行ってみましょうか。あ籠絡あるな。あこれなら行けるんじゃなかろうかと。でジョナンの方は来客です。いやそんな暇はないと。籠絡中でも来客あるのか。誰かが加わったと今見てなかったけど、感謝の極み、三品館まで上がりました。古老館で少し手間取ってますが、気が乗らぬ。どうしろって言うんだこれ。本当に後輩がダメだったら陽白はどうだ。お聞きよ。いかにも裏切ってくれそうな顔をしてますけど、孤狼感間もなく終わりそうかな。それはそうかもしれない。おし絶戦いけるぞ。
ようやくか、そっか、捕虜で捕まえた武将をやるか、もしくはここまでいかにも怪しげな裏切ってくれそうな人を探せばよかったと。おっと、また怪しげな。まあでもここで大首長やっておしまいと。それはそうかもしれない。長老にいた武将ですよね。長将の方は、あ、幼将か、幼将の方はあの人によって中から馬長とのね関係が崩されたというような感じだと思います。ようやく暴将になれると、なんでこんなに時間かかったんだと。暴将と呼ばれるようになりました。で、辛抱遠慮をやるには調略の成功回数が3回と、絶戦はある程度やってきて、まあ今後もやる機会はあるでしょうと。調略は籠絡の必要期間短縮。なるほど。ということはここで籠絡し続ければいいんじゃないかと。8日でできると。それはそうかもしれない。ああ、これ絶戦とセットで数が稼げるので美味しいかもしれない。さあ、でもう一度やりましょう。一度できる人が分かると楽ですね。今までのね、前回の苦労は何だったんだと。断らせてもらう。あら、ここに来て急に断ってきたと。あと1回やればいいだけなのに。調略はそれをすると条件一つまた満たすと。いまいち条件がわからないですね。断らせてもらう。あっと、また断ってきた。じゃあ今度後輩か。この武将の忠誠度は100か。どうなんだろうな。何か怪しげな顔をしてる人がいればそいつを狙いたいが、まずは後輩もう一度やってみましょう。策がござる。気が乗らぬ、改めて。いや、ダメか、後輩もダメと。じゃあ誰だと。多分妖白はもうこれは50とかなり下がってたのでダメなのかなと。忠誠度これ以上下げられないと。となると豪歩まで行くのもなんだし、また龍将まで行くのもね。じゃあこの勸玄狙いましょうか。長安にいると。勸玄が今不在ですね。あー、じゃあ誰行けばいいか。別に忠誠度よりかは怪しげな顔の人を美宝か。あー、でも捕虜だな。あー、長藩も良さそうだけど南海は遠いと。いかにも裏切りそうな顔の人を探しましょう。不死人はどうだったか。ちょっと狙い目かなと。所属は課題だが、あー、捕虜か。これはどこの捕虜か。勢力劉備で捕虜だから、課題というと自分らの拠点なので、あ、これ課題にいるところ行きゃいいのか。これみんなが戦ってる中で自分は何やってるんだって感じですけど。で、いかにも裏切ってくれそうな不死人を狙っていきましょう。それはそうよしと、絶戦まで持ち込めたぞ。理屈はこうだ。まずは聞け。こちらにも言い分があるのだ。まあ言い分を聞きましょう。というわけで聞くだけ聞きましたが、従ってもらうと。これで調略の回数は達成と。で、絶戦はあと2回やれば良いので、
なんだろう、絶戦すぐできるというのとなると、もうちょっとこれね、省略やっといてもいいんじゃなかろうかと。策がござる。あと2回、まあこれ関係ないですけどね、省略の上限回数とは、達成回数とは。断らせてもらう。あ、断られた。本当。じゃあもう街中に引きこもっていれば問題ないんじゃなかろうかと。さて、洛陽に戻って本拠に行ってと。よくおいでくださいました。あ、まだ子供の育成方針はできないと。じゃあ趙春華の方は出払ってるので元気かと。もう一人産みましょうと。嫁がいない間にね、正室がいない間に、このようにやっておくと。これは捕虜返還でしょう。お初にを。まあ監督が来るというところがなかなか。お聞きください。貴殿の見解を聞こう。当然返さないと。諦めてはいかがか。うむ、お断りする。あ、なかなか空気読んでると。さて、こうしたイベントで残りの絶戦回数増やしていきましょう。あと1回条件達成すれば、絶戦勝てば条件達成となります。これ曹丕もいるので訪ねておきましょうか。嫁紹介してくれないかなとかね、そういう期待も込めて。これは交換状態でなくても紹介してくれないのかな。あ、一応書物あげておきましょう。感謝する。で、これで法遊のイベントも始まってしまったと。これでまた絶戦のイベントがあるので、ああ、買い物か。まあ仕方がない。お金がね、ないのでなかなか買いにはいけませんが。来たか。うん、嫁は紹介してくれないと。ではうろちょろと歩き回って、その間に絶戦イベント起こると思います。うん、あっさり見つかりましたね。じゃあ戻って、向かう。で、ここら辺の戦闘がいつまで経っても終わらないと。そう、冷え報告と。でもできれば絶戦イベントが欲しかったかなと。こういうになり、あとは嫁を紹介してくれるかどうか。策がある。使えそうなものが。おっと、まあ、勝手にやってくれと聞かずともね。要件を言え。嫁ください。お嫁さんをください。ダメですか。要件はちゃんと伝えましたが。来たか。ああ、そっか、まだ曹丕は若いからダメなのかもしれないですね。条件を言え。じゃあ諦めましょう。他の強そうな武将、長領だったらどうか。何か御用だろうか。これは関係性低いからダメなのかもしれないと。ちょっと武具渡しておきましょう。これで嫁を紹介してくれるかどうか。よくぞ参られた。ダメか。ここで孫権軍と同盟しろという話になってますね。あ、まあ、じゃあ劉備を集中しろということか。これ訪問するとイベントと。これは単なる移動イベントかな。これで最後の絶戦、多分これを達成すれば異名で、少し特殊な異名、騎馬位の異名を名乗れるかと思います。正しければな。さて、これで異名を見てみましょう。
辛抱遠慮。早速なります。いやー、これいけないかなとも思っていましたが、このね、暴走の時の条件達成がならずの段階で籠絡ができなかったと。だからようやく暴走になったと。だが籠絡の成功率が上がるとか、他の勢力の武将の忠誠を下げるとか、そんなことをしなくてももう一気に戦で終わらせられるんじゃなかろうかとね、そういう状況ですので、ここを捜索というのは調査ということかな。でなんとか長領の嫁をもらいたいと。長領の嫁ではなく、長領が紹介してくれた養子をもらいたいと。嫁として巨匠を取りました。そして五眼皇帝を擁立と。これ一気に動き出すんじゃなかろうか。多分これ何もお金も払わず会うだけで終わるイベントだと思います。洛陽を戻って長領に会いましょう。さて、これで包囲になって、別に包囲にならなくても嫁は紹介してくれるはずなんですが、まあその過程でこのような条件も達成されたということで、引き続きよくぞ参られた。長領に会いに行きましょう。3回やってダメなら諦めます。何かご用だろうか。いやだから嫁をね、紹介してくれと。よくぞ参られた。ダメなのか、他にも条件が。やはり武具渡してご機嫌伺うのが良いのかな。だが武具は売ってないと。いや、来ましたね、3回目、3度目の正直、3個の霊。嫁をくださいと。ちょっと見た目微妙だな。だが長領が紹介した嫁なので、ここは妻にしましょう。なんでこんな偉そうなのかと。だが、声聞いてみたいですね、どんな感じの声になるのか。どうなさいましたか。なんか声が違うだろうと。こっちの声と二人しかも初夜を迎えてしまったと。こっちの声とこっちの嫁の声、喋ってくれない。聞いてくれ。これ絶対声間違えたんじゃないかと、そんな気もしますけど。さて、戦闘しなくなってしまいましたね。どうなった。目標が同盟締結なので、なんとか辛抱遠慮の異名を名乗ることができました。まあどういったものが使えるかだけでも見ておきましょう。伏兵供給戦術、猛毒の罠と戦術と、赤兵八陣と。赤兵八陣は単に機動力下げるだけなので、毒化も敵が来なければ意味がないと。じゃあ弓ぐらいかという感じになりますが、あまり大きなメリットはないのかなと。訓令、自分が君主であれば士気を下げたり、軍勢の士気低下を下げたり、軍勢の速度を上げたりできますが、この辛抱遠慮になって何かすごい戦術を得たかと言われると、そんなことはないとなっています。これを目指すべきだったのかどうか、なかなか悩みどころですが。そして配偶者、嫁は3名まで獲得しております。ではこの後はもう劉備倒して、馬頭倒して、劉将倒して、最後孫権といったところでしょうか。
同盟が締結されるならばということですが、この続き興味ございましたらチャンネル登録して次の配信連絡お待ちください。ご視聴ありがとうございました。